首都高を降りて外観に乗るところかな、美女木ジャンクションっていうんだよね。もう美女って聞いちゃうだけでもなんかあれなんだけど、今ねなんか混んでんだよね。なんかね、まさか外観クソ混んでるなんてことないよね。なんかね、せっかく朝日でいい感じだったんだけど、でっかい信号機がある。絶対人の顔よりでかいでしょみたいなところがあるんだよね。普通の信号機よりなんか大きいみたいな、あの縦になってるやつ普通の大きさかな。あの奥のやつがねでかいんだよね。昔ね子供の頃ねよくああいうの見せたってでかーとか言ってね、お仕事でかくねみたいな、こんなでかいのいるみたいな、こんな感じのことがね見てました。俺このでかさ、これだってどれぐらいある、ハンドルぐらいあるんじゃないの。ハンドルぐらいありそうだね。あんなでかいのもらえますなんて言ったっていらんねえって感じだよな。なんか信号じゃなさそうな感じだね。えこれマジで並んでんの。並んでるようです。これはどうやらやばいな。これ嘘でしょ、めっちゃ並んでんじゃん。もうガンガン行くな。まずいの入れねえな。入れてもらうしかないよ。ただこれどうやら、うわ嘘でしょ、なにこれ、どうすんの。信号の意味ねえじゃねえか、こんなんじゃ。最近合流なんてなやってないからな。直進止まれみたいな感じだよ。直進止まれ？何やる？うわ、誰か入れてやれよお前。かわいそう。ベンツだぞお前。直進止まれって書いてある。右折も止まれ？何それどういうこと？大丈夫なそのトラック行けんの？止まれって書いてあるよ。あ、そういう止まれじゃないのか。あ、信号が赤だから止まれってこと？なんでま、もうなんか赤色灯回ってる？お前回る普通？え、だって直進誰もいなくね？あ、いたわいたわ。ごめんごめんごめん。バカだなっつってまた怒られちゃう。全然いたわ。なんかそういうほら封鎖してんのかと思ってた。うわ今日ちょっと山綺麗だよ。カメラからじゃ見れないけど。おうおうおお、なんだなんだ。え大丈夫なのこれ左行っても。えなんか怖い。あはいはいはい、そういうことか。どっちでもいいんだ。えこれ、あはいはい、これもう一般の人混じってたら結構やばいやつよね。いやまあやばくはないけど時間かかっちゃうやつだよねっつって。うわ相当混んでるよこれ。外観の道路も全部混んでるってことだよね。そうだよね、ここで混むわけないもんな。これだけでね ETC がもたもたしてるとかそういうわけじゃないでしょ。だってこれはやばいですね。ちょっとすいたところでまた動画回しちゃった方がいいかもしれない。はい、やっと関越道に今入りました。練馬、練馬なのかな。なんか異様に混んでたね。あ、なんかすごい振動してる。ちょっと待って。ダメだね、振動してるのも多分なんかこれ自体振動しちゃってんね。どうしようもねえや。なんだっけ、三好に寄ろうと思いますね。三好ってね、関越自動車道の一番最初のサービスエリアなのかな。上りはねすごい綺麗なんだけど、下りはねなんか特に何もしないっていうね。いやしてくれよっていう、上りと下り両方やろうぜっつってね。なんかリニューアルしたんだよね建物自体ね。もうでも結構経ってるよ、もうリニューアルしてから。なんか3、4年ぐらい経って、そんな経ってないか、2年ぐらい、結構ね経ってんだよね。前の動画見てくれてる人はちょっと分かんない、見てくれてる人は分かると思うんですけど、まあ、この辺で雪降った時もね、この辺でもうチェーン規制みたいになってて、ここでタイヤチェックみたいなね。でもなんか都心なりなチェックの仕方だなっていうのはすごい感じたけど、なんかもうなんかね、何だったかな、2車線ぐらいなんか何タイヤ変える専用空間みたいになって、もう1車線しか走れなかったのか、なんかそんなだった気がするね。2車線だったかな、2車線だったか2車線なのか忘れちゃったけど、なんかそういうのがあって、ねえあれもすごかったけどね。今年の2月どうだろうな。
かな。なんか雪、東京に雪降った時にさ、電車に乗りに行くか、そのまま新潟に行くか、どっちもなんだよね。電車はね、もう今ね、ほとんど乗ってない。ほとんどとか、もう取りには行ってないもん。ちまちまちょっと上げてたりしてたけど、なんて言うんだろう。昔のやつをね、上げてたんだよね。HD 化？ HD 化っていうの？なんかあれ何？なんていうのあれ？俺わかんねえんだけど。何もわかんねえんだなって言われちゃうけど。HD ってなんだ？フルハイビジョン。違うか。まあ、画質良くしてあげましたよってことなんだよね、今まで。あれ、三好ってこんな遠かったっけ？三好パーキングエリア工事中って書いてあったね。虚しいね、なんかね。これもさ、昔これもハイウェイラジオじゃなかったんだよね、昔って。なんだったかな、ちょっと名前忘れちゃったけど、今、なんだったかな。新潟支社とね、関東支社で分かれてたんだよね、本線がね。分かれてたんだけど、どっちもなんかね、この、なんて言うんだろう、ロボットじゃないけど、こうなんか、チリの音声みたいな感じの、あれになってるから。なんかね、前のやつの方が俺は良かったけどね。結構、個人差あんのかな、これは。こっちの方がいいよっていう人もいるかもわかんないけど。ハイウェイラジオにこれがいい、あれがいいっていう人がいるかどうかは、ちょっとそこまでもわかんないけど、俺は結構好きな方だったから。ランザンの方が混んでた。あ、ランザンってランザンパーキングエリアね。あそこの方がね、混んだってしてた。こっちはね、別に空いてるって書いてあったんでね。ごめんごめんごめん、流れちゃうと引っかかっちゃう。なんかまっすぐダメなの。まっすぐは絶望的。こう言っていいじゃん。こんなとこあれだな、セッティングしたくねえな。カメラのブレがね、チョッパーだ。なんかそのパイロンみたいなのがかわいいじゃん。ちょっと色あせちゃってるけどね。おすごい、ワンピースに力入れてんだね、これね。SUVが出てきて、どうしようかな。ちょっとね、いいや、カードがいいんだよね。カード大好き。まだああった。これ大型になっちゃうのか、どうしようかな。やっぱあれだな、あるはず。ゼブラとかでもいいんだけど。ゼブラダメだね。ゼブラでも怒られちゃうね。ゼブラ止めちゃったら怒られちゃう。動いてるんですけど。まあいいけどさ。あれ、あ、止めるとこないの。バイクいっぱい。ちょっと待ってね、どうしようかな。